皆さんこんにちは、タイプ D です。iPhone X 以降、コスパが悪くぼったくり、iPhone 11 Pro に至っては、クソアホゴミクズタピオカメラと散々言われてきた Apple。しかし、もう同じ過ちは繰り返しません。iPhone が、ついに Android スマホを本気で潰しにかかってきました。今回は、コスパ最強の 5G ハイエンドスマホ、iPhone X12 シリーズの店頭レビューでございます。そうよ、やっぱり最強はアップルなのよ。こちらがスペックです。今回は iPhone X12 と X12 Pro のレビューをセットでお届けいたします。さすが iPhone と言わんばかりにカラーバリエーションは豊富ですよね。そして一番下の本体容量が 64GB となり、まともに使える容量となりました。そして特徴的なのがサイズ。特に X12 ミニに至っては iPhone SE2 よりも小型であるにもかかわらず、画面は大きいという世界最強のサイズ感なんですよ。ハイスペックでここまで小型なスマホはありませんからね。 X12 もそこまで小さいわけではないものの、片手操作ができるサイズにまとまっています。ただ X12 Pro Max はデカすぎです。いい加減 Android スマホは小型化しろ。そして防水防塵、対衝撃性が以前よりアップしました。さすがにタフネスレベルとはいかないものの、これで iPhone の画面も割れにくくなるかもです。そして、CPU は A14、Bionic というハイスペック、CPU。普通にアンツツ60万点近く出ます。そして、カメラは、通常と広角。このカメラは、広角レンズも F 値が小さいため、広角レンズでも夜景が綺麗に撮れるようになっています。画素数は低めですが、Apple のシステムチューニングでカバーしています。プロだと、ここに望遠と AR 用のライダーカメラが追加されます。そして、対応バンドは驚異のバンド数。4大キャリアどころか、世界のどこに行っても電波を掴んでくれます。そして、もちろん 5G 対応。日本版はミリ波非対応なのが残念ですね。GPS も普通に日本の導きに対応。イヤホンジャックがないのは残念ですが、磁気で背面に周辺機器を取り付けるマグセーフを採用しています。これにより、ワイヤレス充電の位置決めが容易になり、ワイヤレス充電の利便性が向上しました。おそらくこれは完全ポートレスの布石でしょうね。そして、ようやく充電速度も向上。相変わらず顔認証だけなのは残念ですね。iPad Air に側面指紋認証を搭載したのは何だったのか。なお、付属品から AC アダプターとイヤホンを外したのは正直解約だと思います。ちなみに、価格は税込み最低価格でミニが8万円、無印が9万円、プロが11万円、プロマックスが12万円です。5G になってから軒並み Android のハイエンドが値上がりした中で、この価格設定は結構良心的な気がします。特にミニのコスパが光りますね。こちらが実機です。この角張った側面いいですよね。まさしく原点回帰。型みたいはこんな感じです。さすが iPhone と言える完成度。そして当然動作も滑らかです。やっぱり iPhone はハイエンドなんだなと実感させられます。過去に iPhone は史上最強のサブ機とか言ってごめんなさい。カメラ UI はこんな感じ。拡大と縮小の動作で広角と通常を切り替えられるの範囲ですよね。使いやすいようシンプルにまとまっています。プロはちゃんとタピオカメラしてます。相変わらずこれはダサい。プロはカメラ UI が底ばく異なり、より簡単にレンズを切り替えられるようになっています。切り替えも早いですよね。というわけで、今回は iPhone X12 シリーズの店頭レビューでした。もうこれで iPhone はオワコンだとは言えなくなりましたよね。この iPhone の発表会は生放送で見ていたのですが、ミニが出た時は一人で大歓喜していた気がします。今後のアップルの動向から目が離せませんね。では、また次回に。